地球防衛軍 4.1 の今回は79話目ですね。ここら辺は巨大な蜂とかも出てくる、また巨大生物もたくさん出てくるようです。うわー、いきなり見えるね、巨大槍が。ちょっとまず味方部隊と合流、もう2部隊ぐらいいるので、ここ1部隊とウィングダイバー部隊、あともう1部隊下に行くといるので、これフェンサー部隊ですね。で、再びライサンダー持ってきてますんで、ライサンダーで敵を、あっと違う違う武器言ったけど、結構な飛距離でも敵に当たりましたね。で、これ敵を引き寄せて戦う形でやっていきましょう。敵が一斉にやってくるが、あらかた味方が倒してくれる。ライサンダーでザコを倒すのは難しいか。回復し、あー無駄弾打っちゃった。もうちょっとじゃあ打ってと。攻撃が当たらんの。あっと避けられたな。よし、そろそろ回復アイテム取りに向かってと。でアサルトライフルに持ち替えて迫り来る敵を倒す。こちら側はなんとかなってる。倒せるか。アイテムはないな。防御スクリーンの破壊を任せろって、防御スクリーン出てないような気がするが、これ結構セリフがいい加減ですよね。なので味方の声に合わせて行動しようとすると過ちを犯すと。あ、この蜂は遠くに、あー赤いのがたくさん出てきた。とはいえこのでかいのを優先して狙って、あれを遠くから倒せればいいんだが、あーでもあのアリはアリじゃない、蜂はあまり強くないんですよね。なのでまあ寄せてきてもそこまで大変ではないのかなと。あーっと無駄玉、よし回復アイテムゲットと。ゲットしたかな、大丈夫か。ああ巨大蜂が来たので、まあここは蜂優先で巨大な方。これ一発2400なので、まあ結構ダメージ与えているとは。よし倒したね、早い早い。あとはで次はどこだ、なんか2、3体巨大アリが、アリじゃない巨大蜂がいたような気がするので、あとはあれ味方に任せて味方が倒してくれることでしょう。よし倒した。じゃあ次は左右にまあいるけど、これじゃあ倒そう。これは敵が寄ってくる気配がないので、この間に倒せそう。あーそう、あー周り来たね、周りの蜂が。倒した、なんだなんだ、あちらは弱かったな。ここは
あっさりと対応完了と。あともう一体は向こう側、うん、この角度でも当たると。で敵は来るけど、まあ、味方に任せて大丈夫でしょうと。あれも倒した？ひょっとしてまだ倒してないか。倒したっぽいな。あ、なんか今味方打ち抜いたっぽい感じがしたけど、まあいいや。とりあえずまた再び味方を回収して、攻撃が届かない。よし。ああまだいるな、巨大蜂が。じゃあ巨大蜂は自分で始末と、うん、弱い。一番最初のが一番耐久高かったんじゃなかろうか。じゃあアイテム取りもしながらのんびりと。このシナリオもそこまでは難しくないと。敵が一斉に来るわけではなく徐々に来るので。お、ブレイン見つけた。宇宙に行けってこと？ひょっとして。しまった、敵が来る。じゃああとは接近して、まあこれ1体ぐらい倒せば敵寄ってきてくれそうな気がするが、敵が見当たらなくなった。あ、いた。よいしょ。どうだ、敵寄ってくるか。他の敵、うん、寄ってきそうだね。それが唯一の方法だ。人類は勝てる、きっと。あ、なんか長官が危ない感じ。それは良くない。助けに行かねばとは思うが、どうしろというのか。あいつはこのいい距離取って逃げるので、案外スナイパーライフルの方がいいのか。うん、よし、どうだどうだ。まだ遠くにも一体いるので、うん、結構ここはアサルトライフルももちろん良いんだけれども、まあショットガンも、ショットガンじゃないわ、スナイパーも良いけれども、ミサイル系の方がやはり楽だったかも。アサルトライフルに変えてミサイル、ロックオン系のを使った方が、この特にこの最後ビルの谷間を進む時には有利に運ぶんではなかろうか。この一体を、あーっと壁に阻まれた。あーと一体逃走だな。どこだどこだ。角度としては、高さとしては同じような位置合いにいるようなので見えてもおかしくないんだが、ビルの、いや、いた。よし、お見事といったところか。なんとか一発クリアとなりました。さてアイテムは、まあ新しい武器はありませんでしたということで、次回に続きます。